なんか音うるさいよね。こんなもんか。こんばんは。こんばんは。あ、めいちゃんありがとう。ありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン。どやさどやさどやさありがとう。あのさ、ちょっと聞きたいことあるんだけど、皆さんね。あの、今日歯医者行ったのよ。歯医者。ね？あ、ラブドリンクありがとうございます。歯医者行ったのよ。で、麻酔がまだ全然切れてないんだよな。5時ぐらいに終わってさ、こんな3時間半とかかかるっけ？麻酔って。なんかすっごいずっとしびれてるんだよな。すっごいパンパンなのよ。そんなもん？うっそ。長い時あるもん。やだ、これ気持ち悪いもん。いつまでよ、これ。ある？あ、量多かったね、今日。すっごいなんか打たれたね。ほんと。麻酔。そうなの？そう、感覚がなんかおかしいのよ。はぁ？か、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 は、は、見て、白くなってない？奥歯。奥見て。白くなってるのよ。そうそう、見た今、奥歯。ラブドリンクありがとうございます。奥歯見てくれた今。歯。ほら、ね。綺麗でしょ？皆さん。え、直しましょうって言ってね、直してくれたのよ。ねえ、え？じゃ先生がね、直してくれたのよ。っていうかね、いい先生でね、皆さん。じゃあ、いい先生でさ、また、そうそう、院長先生だったんだけど、担当がね、皆さん、若くてね、いい先生だったのよ。すごくなんか、親身にね、話を聞いてくれてね。そう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 、ね。でしょ？ここの歯は、やっぱその奥歯でしょ皆さん。で、銀歯だし、やっぱその銀歯からやっぱ白くね、やっぱ見た目もやっぱ直したいですっていう風な話をさ、したのよ。そうそう、ね、皆さん。そう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 。で、今日はレントゲンと、まあカウンセリングみたいなね、話をしつつ、まあその次回からちゃんとね、歯周病治療みたいなものをしていきましょうみたいな。今日はじゃあ手始めにね、この銀歯気になるんだったら、ちょっと綺麗に白くね、しましょうかっていうのよ。保険でね、みたいな。で、1本2000円でできますっていうのよ。でも保険でね、やっぱやるのって、ねえ、皆さん、あんまなんか保険のやつってどうなのって感じしない？白いやつって。でも結構最近立派なものが結構あるみたいね。保険でもね。でやっぱり、あの、自費診療の方がいいんじゃないのって言ったのよ、私は。いや、別に全然大丈夫ですよ、っていうのよ。もったいないっていうのよ。いや、そういうものは前歯とかに持っていきましょうっていうのよ。前歯、このね、前の歯に、あの、保険っていうかね、かからないようなやつは持っていった方がいいと思いますよ、っていうのよね。そうそう。だから、そう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 。ねえ。ここはどこ？保険でね。そう、皆さん、普通はね、儲け主義の先生って、やっぱ、ね、自費でとかっていう風にさ、進めてくるじゃん？やっぱ、ね。そうそうそう。やっぱ金儲けの、ね、あの、病院って結構そうじゃん。そう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 。うん？年取ったら抜けちゃうから大丈夫なの？いや、その前にもう歯は注射打ったら、もう生えてくるっていう風な、もうあれだよね、技術がもう発展するわよ、そのうち。皆さん。歯はもうまた生えてくるね。もうそういう風な将来そういう風になるって言われてるよね。もう、いずれ。そう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 。わかる？うん、歯をもう再生医療っていう風にできるんだよね。いずれ。そう、自分の歯で移植できるから、別に歯が抜けたとしても別に将来問題ないね。ね。未来はそういう風になってるから。だってもうそういう風にもうね、あのビジョンでそういう風になってるよね。もう。知らないの？ほんと。手遅れね。そうそう。遅れてるわ、ほんと。ね。やっぱり。知能も遅れてるわね、やっぱり。ね。
知能も遅れてるわね、ほんと。うん、そう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 。うん、そう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 、まあ、そういうのがあるんだよね。うん、いやでもね、いい先生だった。皆さんすごくね丁寧でね、うん、教えてくれたのよ。そうそう、やっぱ当たりだわ今回の歯医者さんは。やっぱ当たり、うん、よかった、やっぱ変えてよかったわ。うん、なんか新しくできた歯医者さんでね、皆さんなんかねちょっとねずっとね気になってて、そうそう、ずっと気になってるのよ。ただちょっとトイレのね、あの手を拭くやつ、あの紙のやつ、ちょっとあれがなかったから、ちょっとそこはあれって思ったけど、まあそういうところは別にどうでもいいじゃないの。あれと思って、なんか紙のやつないわねと思ったけど、まあそこはねもうね、まあいいかと思うけど。ねえ、ハートありがとうございます、ありがとうございます。うん、いや本当に良かったわ。うん、ねえ、そう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 、うん、ねえ、いや本当に、え、タオルハンカチを持ってってって、あー、た、私ハンカチ持ってないもんね。あ、手を乾燥する機会もなかったわね。うん、いやでもさ、あの一番いいのはやっぱそのタオルを使い回すよりも普通にああいう紙の方がいいんだよね。うん、あの手を洗った後ってね、皆さんどちらかと言ったら、うん、そうそうそう、ペーパーの方がいいんだよな。そうそう、タオルとかの使い回しって菌を使い回しするからね。そう、紙の方がいいんだよ、使い捨ての紙の方がね。そうそう、それの方がいいって言わない？うん、そう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 ね、使い捨ての方がいいよね。うん、あ、こんばんは。まあ、でもいい先生だったんだけど、麻酔がね今もうパンパンでさ、さっきご飯食べたの、やっぱ配信始まるからやっぱご飯食べないといけないと思うんだけど、こっちがなんか麻痺してるからさ、皆さんね、ちょっとなんか軽く麻痺してるからさ、ご飯食べるでしょ、やっぱダメね皆さん。うん、気がついたらこっちの方にご飯が、奥歯の方にすっごいさ、モリモリになってんのよ、わかる？で手であのこうゴイってしたらさ、だなんかすっごい詰まってんのよご飯が。わかる？だからそのなんつうの、麻痺してるからご飯があるってわからないのよ、ここに噛んだやつが全部ここに溜まっちゃって、あれみたいな、でこうやったら バラバラみたいな。うわーと思って、やっぱ麻痺してるからねえ、あ、わからないんだここにご飯があることさえもね、こうやって。そうそうそうねえ、喉も詰まりかけちゃって、私もね、やっぱやめちゃったのよ、ご飯食べるの。うん、冷蔵庫にしまっちゃった。お弁当買ったんだけどね。そう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 。ねえ。うん、ちょっと、ねえ。食べれてないのよ、皆さん。うん。そうそう、口の中噛んじゃうからね、皆さん。全然切れない、まったく。これやだ、気持ち悪いな、ほんと。麻酔の効果でもなんか、先生が言うには、3時間か4時間ぐらいかかりますって言ってた。うん。で、切れたら、まあ、切れますとはね、言ったけどさ、ほんと。ねえ。切れるのって感じ。ほんと。そうそうそう。流動食、うん、それあなたでしょ。そうそうそう。ねえ。うん、銀歯を白くするために、そう、削るからね、歯を。そう、歯を削るから。そう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 。うん。ねえ。そうなのよ、麻酔ねかかりにくかったのよ、痛い痛いって言って、私ずっと、うん、痛かったら手をって言って、あ、痛って言って手あげたのよ。そしたらまた麻酔をね増やしますって言って、麻酔ぶち込まれたわけよ、また。そう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 、うんね、だからよ皆さん。追加されたわよ、これ大丈夫と思って、私ほんと。そうそう、うん、そう、何回も増やされたのよ、だからかな、きっと追い麻酔みたいな、そう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 、マシマシみたいな。笑ってる場合、うん、ほんとあなた。ねえ、でしょ、うん。もうなんか全身麻酔してほしくない？なんか全身麻酔の歯医者さんとかありそうだよね、全身麻酔でこう歯医者するみたいな、歯をも治療する方が楽じゃない？
どちらかって言ったらね、アメガホン20個ありがとうございます。なんかありそうじゃない、そういうの。そう、寝てる間にやってくれて、終わったらもうパッていう風に目を覚ますみたいなのがいいよね。ほんと、そう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 、そうなのよ。何も分からずに、そう、一気にもババババババっていう風な方がさ、あ、いる、そういう人って。あるのかな、そういうのって。その分高くなる全身麻酔だから、ちだから胃カメラみたいなもんよ、わかる。だって胃カメラも10分か 10分ぐらい寝るじゃないの。そう、静脈麻酔みたいなやつ、あれだったらね、皆さん、そう、なんか全身麻酔したらさ、いつ起きるのよ、ほんと私ねえ、泊まりになっちゃうじゃん、だって。そうそう、でしょ。でも静脈麻酔って、あ、そうだよね。そうそう、点滴流せば起きるんだし、ねえ、でしょ。そう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 、楽、皆さん、胃カメラね、私いつもお願いしてるの、静脈麻酔でお願いしますっていうのよ。なぜって、なんかもうね、はい、じゃあこれから胃カメラ通していきますよとか言ってね、はい、横になってくださいって言うわけよ。で、じゃあ注射打ちますねとか言って注射打つんだよね、皆さん。注射、静脈のね、注射打つんだよ、皆さん。もうあっという間よね、寝るの。はい、10、19、8みたいなさ、数えてくださいとかっていう風に言ったらさ、もう寝ちゃってるもんね。で、あれって言って起きたら、あれ終わりみたいな、はい、終わりましたみたいなそう、あれ気持ちいいよね、仮眠な感じで。逆にな、仮眠もできてラッキーみたいな、わかるの。いや、運転はしちゃいけないわね、ちょっと危ないと思う、運転するのはね。そう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 、ねえ、そうそうそう、ちょ、運転は良くないわね。運転しちゃいけないっていうのよね。まあ運転してると思うけどね。そう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 、そうなのよね。まあそういうことがあったって話。皆さん歯をね、ほらね、白くしたっていう話ね。そうそうそう、眠りながら治療が完了する、何、睡眠無鎮、何、無痛治療がある。あ、できるんだ、やっぱ。やっぱそういうところもあるんだよ、皆さん。眠りながらそういう治療ね、してくれるところもあるのよ。そう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 、ねえ、綺麗でしょ、皆さん、ねえ。そう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 、ねえ、いい歯医者さん見つけましたよ、皆さん。よかったよかった、本当ね。えこれなら通えそうね、歯医者を。そうそう、あのね、私歯周病なのよ、ぶっちゃけね。えだ、歯周病でね、皆さん、これさ、放置したら糖尿病悪化するらしいんだよね。そうなのよ。ね、糖尿と分かる歯周病ってね、つながってるんだよ、結構。そうそう、だから治せば良くなったりするんだよ、糖尿病がね。そうそうね、寛解するって言われてるよね、ちゃんとよくすればね、寛解って、まあちょっとよくマシになるってことよ。そう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 、ね、皆さんはどうなの、入れ歯なの、そうそうそう、入れ歯なの、そうそうそう、ね、入れ歯なの、ね、あ、自分の歯で噛んでるの、あ、こんばんは、あ、セラミックなんだ。あの太郎くんとかの歯とかすごくない、こうすっごい綺麗じゃない、あれ、どう、バーって、そう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 、歯抜けです、私奥歯やったね、めんどくさいね、もうほんとあれすごいね、太郎くんのやつ、わーってさ、もうピカピカだね、もうほんと歯がね、えニコって笑ったらさ、もうピカ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 じゃん、あれ、あれすごいね、ほんと。あれ1本ね、聞いたんだけど、10万か20万って聞いてたっけ、確か。そう、1本なんか10万ぐらいすんのかな、やっぱね、あれ、全部で。だ、全部の歯を直して、200万だったっけ、確か。ね、1本15万ぐらいなの、うわー、すごいね、ほんと。
全部の肌直してるもん。太郎くんもピカピカで、もう皆さんピカ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 って。うん？そう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 。ねえ。うん？でしょ？すごいね、ほんと。うん？あんなに白いのは嫌？まあでもほら、ねえ。あれでもさ、どうすんだろう、死んだ時に。まあそれ関係、まあそんなことをね、今考えても仕方ないと思うけど。あれ燃やすでしょ？痛いよね。あ、残るのかな、あれ。あれ残るんだろうね、きっとね、燃やしてもね。いや、いやじゃなくてよ。ちょっと、残るんだろうねって話よ。歯だけ残るのかなみたいな。いやいや、でしょ？どうなのかなっていう話よ。だから、いや殺してないけどね、皆さん、いずれだってなくなるじゃん、私たちだっていずれね。本当どうなのかなっていう話。そうよ、ねえ、そう、歯が命。そうよね、本当、ねえ、やっぱ歯は大事よね、皆さん。やっぱ歯見ちゃうもんね、私たちって。歯がない人見たら、ああ、この人歯がないんだわっていうふうに思うよね。ねえ、でしょ？うわ、ないわ、この人って思っちゃうし、ねえ。そう。でしょ？あ、でも、そう。セラミックとかって噛めないよ、あんま硬いやつを。ねえ。いや、結構割れちゃうから、皆さん。ねえ、あんま歯噛めないよ。そういう、わかる？あんまね、割れちゃうから、食べ物も結構制限あるのよ。そう。そうだよ。作り物だもんだって。人工だもんだって。割れるよ。人工だから。ねえ、生まれ持った骨みたいなもんじゃん、こんなの。そう、ねえ。こんな歯みたいなものは骨みたいなもんなんだよ。そう。ねえ。2年で割れたでしょ？ねえ。そう、割れるんだよ。そう、せんべいとかも食べちゃいけないしね。皆さん、硬いもの、強度のやつはもう弱いから、あんま硬いもの食べちゃいけないとかあるしね。そう。で、しかもメンテナンスいるんだよね。確か10年かに1回、もうあれだよね。取り替えないといけなかったっけ？確か。そう。あの、そう、何年かしたら変えないといけないのよ、皆さん。そう、あれは。ね。そうだ、永久じゃないのよね。確か。じゃなかったっけ？永久じゃないよね。メンテナンスいると思うよ。そう、お金またかかるんだよ、皆さん。お金かかるのよ、何しても。ね。そうだよ、皆さん。お金かかるんだよ、皆さん。そうでしょ？そう、あ、色褪せないんだ。あ、そうでしょ？みんな打ってんじゃん。ブスブス顔打って、ブスブス上げてね、また下がったらまた上げて、でも下がったらまたこう上げて、わかる？ま、でこんな風に上がっていくわけ、わかる？そう、ねえ、ねえ、でしょ？こんな風になっていくわけよ。ねえ、いるじゃん、なんか不審感、わかる？なんかこうさ、不自然な人。ねえ、顔突っ張っててね、もうほんとさ、ね、いるじゃんね、顔突っ張っててね、ほんと、芸能人でもいるじゃん、顔突っ張っててさ、ほんと。ねえ、不自然な人。そうよ、こんな顔の人いるじゃん。そうよ。あれだってメンテナンスいるからね、いずれ、皆さん。いるんだよ、メンテナンスね。そう。ねえ。黒木瞳も変になった？だって芸能人だもん。ねえ、これ美しくいないと皆さん、やっぱり。ねえ、綺麗でいないといけないでしょ？だったのって商売だもん、だって。だ別に私たち別にどうでもいいじゃん。ねえ、黒相撲が別にシミそばかすに別にね、増やそうが、ねえ、シワシワになろうがね、体型がね、ボロボロになろうが別に全然関係ないじゃん、私たち別にね。そうね。一般人、凡人だから別にいいけど、女優よ。女優さん。皆さん。
ね、これは女優だからあんたもうね、人前に出る 職業なんだから、これは綺麗にしとかないと。エステ行ったり、顔上げたり、シワね取ったりとか、わかる、黒ずみ取ったりとか、わかる、もうね、顔とかも体にものすごく金かけてるわよ皆さん。うん、そりゃそうだよね皆さん、自分の体が商売なんだから。そう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 、うん、ねえ、うん、ハリウッドよりマシ。あんたハリウッドとか大変らしいよ、歌手とかあれってね、うん、体重は絶対なんかもうプラスマイナスもう何キロまでは絶対増やしちゃいけませんとかっていう契約書が、もうこんななんか契約書があって、それを必ず守るんだって。わかる、みんな絶対なんかわかる、それあの違反すると違約金みたいなものが発生してね、もうギャラもらえないとかのよ、あるのよね。すっごいもうこんななんかもう契約書がもう全部見てね、皆さんわかる、そこにちゃんと目を通さないといけないのよ。そう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 、うんうん、自由の国、ちゃちゃアメリカはあるって、ある、そういうの。何が自由な国よ、アメリカなんか自由な国なわけないでしょ、あなたバカじゃないの本当ね、あんなのアメリカが自由、笑わせないで本当ね、アメリカが自由なわけないでしょ本当ね、そう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 、あ、全然寛容的じゃないわよあの国は。あ、ケイピーありがとうございます。何この金塊って、うん、何あの人たち、何太ったり痩せたりしてる、あ、何がマライアキャリーってこと、いや外国人は仕方ないのよ皆さんね、いやあれ体質の問題よね、年いったら太るんだよあの向こうの人たちって、欧米食でしょ皆さんだって、うん、ねえ、いやいや、そりゃね、あんたハンバーガーとかあんなものね、ずっと食ってりゃ、ブクブクあんな太るよね、動物性のものあんなけね、若い人からも食べてれば、あんなのブクブク、ほんと、ねえ、食がだってそうじゃんだって、うん、あ、こんばんは、ブクブク、そりゃね、太るよね、向こうの人って、うん、あ、そうそう、マドンナはそう、皆さん、あの、シェフが、日本人なのよ。日本のシェフ雇ってるから皆さん、わかるぞ？オーガニックとか取ってるのよ、あの人。オーガニックしたり、ヨガしたりとかね。そうだよね、マドンナね。毎朝ヨガして、わかるぞ？そういうなんかこう、日本食食べて、みたいな。オーガニックしか取らないとか、なんかそういう風な、動物性の肉は食べませんっていう風にね、言ってるんだよ。そうそう、自然なものしか食べたくないですっていう風にやってるかな、あんだけもうわかる、体型をすごく維持してるんだよ。お金に余裕あるって、いやいや、あなた笑わせないでよ本当ね、資産もう何千億やの人って、本当ね、あの人わかる、4000億だっけ、なんかすごい資産持ってんだよあの人って。ね、お金に余裕があるのねっていうか、もうね、億万長者よ本当向こうで。そう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 ね、使い切れないお金を持ってるんだかな、そんなね、ちょっとお金に余裕があるってね言うけどね、本当そう、あ、だってスターよ、スター、おーね、大スターよ、うん、そうね、そうよね、うん、世界のスターよ、そう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 、うん、ね、でしょ、うん、そう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 、うん、そうそういうことでね、皆さん始まりました、うんね、なんかさっきあのね、あのマドンナじゃないわ、中村くんだっけ、あ、こんばんはね、中村くんのさ配信見てたの、そしたらクロチンとね、なんか一緒にいて、あのカノちゃんっているじゃん、女の子知ってる皆さん、まあいるんだけど2人ね、みんな話聞いてる、ちょっとあんたたちほんと、この画面真っ暗するよずっと、うんね、深海深くほんと、そうそうね、画面暗くするわよ、あ、ポーちゃんありがとうございます、ナイスお願いします、皆さんちょっと無料もお願いしますね、あ、無料じゃないわ、あの有料もお願いします、ほんとね、あ、ゆうちゃんありがとう、あら、ハートのミラクルリングありがとう、あら、綺麗、ありがとう、綺麗ビーム、うん、ね、ありがとうございます、あらら、ありがとうございます、
ありがとう、キラーなあ、キラー、あ、こんばんは、キラー、うん、そう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 、ねえ、とってもきれい、うん。でね、皆さん、中村くんの話見てたらさ、焼肉行くっていう風になってるわけよ。焼肉ね。で、自分がおごってあげるからとか言ってるわけよ。中村くんが珍しい、ほんと。ねえ、クロチンとかなんか分かる女とかにおごってるわけよ。プティンちゃん、5個ありがとうございます。ねえ、珍しい。何、どうしたのみたいな。ねえ、天変地起きるわと思って私思ったの。って中村くんが焼肉をご馳走するのみたいな。うん、ねえ、じゃあとりあえず上タンを3人前注文しようかって言うのよ。で、クロチンとかが「上タン3人前ですか?」って言うのよ。さ、上タンって高いじゃない。ねえ、しかもなんかちょっと高級そうななんかこうお店なのよ。ねえ、高級そうなお店なのよ。だって普通のさ、お店でもさ、上タン塩って2、3000円ぐらいするでしょ、1人前とかって。ねえ、それをあんた3つってことはさ、これ何、おいくらって思うでしょ、ほんと。ねえ、そうよ、私たちに何もないわよね、ほんと。海も行った時もさ、覚えてる皆さん、ねえ、あれ自分が運転してるんだから、その部分のさ、移動費とかなんかそういう風なレンタカー代とかはなんかその運転、自分を省いたメンバーたちだけで割り勘をしろよみたいなこと言っといてさ、ほんと私たちにはすっごいなんかさ、ねえ、冷たい仕打ちをね、ねえ、してきてさ、ほんとなんでそっちだけに焼肉なんかをおごるとかっていう風なことできるのよ、ほんとね。えブツ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 。ごちそうないわよ、中村くんにごちそうなんて。ね、ないない、ほんと。ね、ないわよ。私がいつも大体おごってるわよ。ほんと。ねえ。何と思って。ほんと。ねえ。かっこつけて。あ、かっこつけてるの?ほんと。ねえ。かっこつけんなよ、ほんと。ひどいわね、思わない、ほんと。ねえ、ひーちゃんってねえ、そう、まえちゃんにもね、あんないい顔して、なんかかわいい子にはああやっていい顔するのね、ほんと。ねえ、私たちに何もないわね、ほんと。わかる?そうそう、うん。あ、うみちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます、ありがとうございます。ねえ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ねえ、ほんとどうもありがとうございます。そう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 、おごってもらってないのよ、まったく。焼肉いいわねと思って。ねえ、焼肉でご飯食べてさ、何してるのよ、ほんと。ねえ。中村のくせに、ほんと。松屋でいいのよ、カルビー定食食べてりゃ。ねえ。松屋のカルビー定食すっごい美味しいじゃない、あれでいいのよ、ほんと。ねえ、あれ食べてればいいのよ、ほんと。あれ美味しいわね。あれ美味しい。うん。そう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 。うん。ねえ。あれ買っちゃうのよ、私もつい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 。ねえ。わかるわかる。うん。ねえ。そうなのよ。うん。みんなも買うでしょ。あ、うなぎ食べたの?みんな。うん。ねえ。今度食べてみましょうって。うん。ねえ。食べたの?うなぎ、皆さん。あ、かくちゃんありがとう、どんどん、よいしょ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 、オッケー。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。盛り上がるわね、ほんと。ねえ、よろしくね、ほんと。元気ねって、盛り上げろや、ほんと。
ねえ、な元気ねえよ、ほんと。そうそうそう。そうよ。食中毒怖い、何が。食べ物で、ほんと。何も食うな、ほんと。あ、こんばんは。やっぱりうなぎよね、皆さん夏バテでね、ほんと。疲れ切った体をね。わかる、うなぎで補うの。うん、あ、いいね、ありがとうございます。あ、ゆうちゃんありがとう。ゆうちゃんありがとう。よし。よいしょー、よいしょー、よいしょー、よいしょー。よいしょー。うん、ねえ。ありがとうございます。盛り上がるわね。ほんと。盛り上がるわね。そう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 。ねえ。そうでしょ。ひーちゃん、それ最近で何一番うるせえんだよ。ほんと。ねえ。あ、いいね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ねえ。ねえ。いやーもう、あ、まいちゃん、あらあらあらら、よいしょー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 、うん、ありがとうございます。ちょっと、あら、のんちゃん、よいしょー、よいよいしょー、よいしょよいしょー、よいしょー、よいしょー、よいしょー。これ見たいがためによく飛ばすわね、皆さん、ほんと。ねえ。ねえ。これ見たいがために。ねえ、皆さん。すごいわね、ほんと。ありがとうございます。ほんと。ねえ、ありがとうございます。楽しい？そう？ねえ。皆さんもね、ぜひね、絶賛発売中なんで、ぜひ皆さん買ってくださいね、ほんと。そう、皆さん、おたけくんね、昨日ね。あ、プティンちゃん、ありがとう。よいしょー、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 よいしょー。ねえ。あ、ペコちゃん、ありがとう。よいしょー、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 よいしょー。もう止まらないわね、これ。すごいわね。あ、ぷくぷりんちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。今、歯見したでしょ、ほら、見て。ねえ、あとこっちの歯だよね、直すね。そしたらさ、ガハハハっていう風に笑ってもさ、問題ないよね。やっぱさ、奥歯がちょっと銀歯だと皆さんわかる？ちょっとなんかこう、ガハハハっていうのもさ、ちょっとなんかこう、ねえ、笑えないっていうの？ちょっとこう、ねえ、でしょ？ちょっとやっぱこう、手をね、やっぱちょっと押さえちゃうじゃない。わかる？やっぱちょっとね、やっぱちょっと気になっちゃうかな、やっぱちょっとね。そうそう、虫歯じゃないわ、ほんと銀歯。そうそうそう、なんかね。あ、たかこちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。よいしょー、よいしょー、よいしょー。あ、特別さん、よいしょー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 、うわふわ。ちょっとね、皆さん、あ、ちょっとめいちゃん、ありがとう。よいしょー、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 よいしょちょっと、あ、特命さん、ありがとうございます。今見ました、本当ありがとうございます、ありがとうございます。まあね、本当、楽しかった皆さんね。止まらないわね、この花火ね、皆さん。楽
楽しかった本当、うんね、でもまだ終わりじゃないのよ皆さん、ね、まだ終わりじゃないの本当、ね、これからが始まりなのね皆さん、そう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 、うんね、これからが始まりなの、そうそうそうね、そうなの皆さん、さあ皆さんね本当昨日はいっぱいいろんなことがありましたね、本当ね昨日はねいろんなことがありました、私の枠でね本当、そうそうね、拝見した方もいらっしゃると思うんだけど本当ね昨日大変でした、うんね、長丁場で朝まで続きました皆さん、で今日もいろんなことがありました配信外でね本当、そのことを説明していこうと思います、うん、そうそうそうね、昨日見ていない方にもね分かりやすくね説明できたらいいなと思っています、うんねそう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 、配信外でもいろんなことがありました本当、そう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 、うん、あの彼のことがどん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 分かってきましたね、何者かということもね、あの分かってきました、うん、そうそうそう、蓋開けてみてびっくりしました、うん、ね、私とツルピンは驚きました、うん、ね、もうツルピンはこれ以上絡みたくないって言いました、でツルピンは手を引きました、うん、あこんばんはそう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 、うんね、そうです、うん、まあ、ツルピンのね配信見た人は分かったと思うけど、まあ、手を引いたっていうか、まあちょっと、まあ、まあ手を引いたっていうか、まあね、ちょっとあんまりもう絡まない方がいいのかしらみたいな感じ、ちょっとそう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 、うんねそうなんだよね、うん、あツルピン言いにくそうだった、あことの中身をってこと、あ中身ね本当、うん、中身はとりあえずちょっと本人が来てから言うわ、とにかくねうんね、そうそうそう、ちょっと確かめないといけないんだけど、とりあえず私、まあとりあえず皆さんの昨日なんですけどね、昨日ちょっと昨日のねことからちょっと話をちょっとしていかないといけないんだけど、ちょっとねまあこうね、よろしいですか皆さん、ちょっとねことの経緯を説明していくわね皆さん、よろしい、ちょっとちゃんと分かりやすくね書きますので皆さんね、図面でね、よろしいですかね、うん、そうそう、みんな結構遅くまで見てたでしょ、心配で、彼の名前をおたけくんって言います、23歳、そうね、で彼は新潟の方です、こんな字新潟って、これちょっと待って、ちょっとめんどくせえな書くのね本当、もう言葉で言うわ、ね、言葉でもいいよね本当、そうそうね、新潟です、うんね、まあ佐渡島っていうところにね、まあ出身は佐渡島っていうところに住んでて、そうそうそう、で去年のね12月、まあ佐渡島かな、新潟からまあ上京ねこうしてきてそうそう、就職のためにねやってきました、うんね、そう佐渡島、うるさいわね本当、いいのどっちでも本当、そうそうそう、うん、トキが有名よね佐渡島って、うん、トキが有名だし、あと曽我ひとみさん思い出すわね、うん、あの北朝鮮からこれ拉致された人、拉致ね、若い時に拉致されてね、でほら帰国ねしてきたでしょ、うん、小泉さんのね力で、そうそうそう、うん、覚えてる、うん、そのジェンキンスさんね、うん、有名でしょ佐渡島ね、それでちょっと私も知ったんだけど佐渡島って、ああなるほどねと思って、まあ、それはいいんだけど皆さん、うん、で彼そこ出身でね、まあ上京してやってきたわけよ昨年の12月
で、たまたま私が、まあ、声をかけてね、何してるのみたいな、うん、で上京してきたんですけどみたいな、うん、ね、こうなんだったあれ、うん、不動産に就職は決まってるんだけどだったっけ確か、うん、ね、就職がなんか働くのがなんか来週から働くで、でなんかね不動産屋さんに何だった、その言ったら就職するための家もあるんだけど、その不動産屋さんとの契約するのも次の日だったっけ、そうね、次の日だから言った泊まるところがなくてどうしようかなっていうふうに路頭に迷ってたっていうふうにさ言ってたのよ皆さん。そうそう、そりゃ困ったわねみたいな、わかる、うん、ね、そりゃ困ったわねっていうことで、そうそう、どうしようかっていうふうになったんだけど、そうそう、お金はって言って、お金持ってるんですけどみたいな、お金使うのがもったいなくてみたいな、何言ってんのこの人みたいな、そうね、寝カフェかとか泊まればいいじゃんね、本当、そうそうそう、うん、ね、何この人みたいな、最初ね、いや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 みたいな、うん、でももう終電もないし、その時ね、じゃあ私が言ったら千葉県の柏なんだって、就職先がね、で不動産屋さんも柏だから、私がじゃあ柏まで送ってあげるわと。車でね、でそこの寝カフェに泊まって その次の日になったら不動産屋さんのとこ行けばいいじゃないと、ね、うん、でしょ皆さん、うん、ね、優しいでしょね、うん、そのぐらいだったらしてあげるって言ったのよ、うん、でただそのなんかその不動産屋さんと契約してその住む日がなんかね2日後かなんかって言ってたのよ、うん、ね、だから契約してもすぐは住めないっていうのよ、うん、ね、あともう一泊どこでしようかなっていう風な話をねまあしてた気がするのよ、だったらうち来ればと、うん、ね、じゃあうちに泊まればいいじゃないと、そう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 ね、皆さん、うん、だから次の日はだからそのうち来たのよ、しかも来る来るって言ってさ来なかったよ全くね、皆さん時間になっても来ないのよ、私ご飯作ってずっとさ彼をね待っていたのに、ほんと知ってる皆さん、あれも遅かったわね、ほんと来ます来ますって言ってさ、ほんと全然全くうち来なくて、ほんとね、1時間も2時間もね、3時間も待ってね、いつ来るのよっていう風な感じでね、ほんともう来ないのみたいな、うん、ね、感じだったの、そう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 、ね、夜中にも来たもんね、すっごい遅い時間帯に、そうなのよ、でそれでまあ来てご飯食べてうちで泊まってね、次の日帰ったんだけど頑張りなさいって言って、うん、私タクシー呼んであげてさ、優しいでしょ、で駅までタクシーで行きなさいって言ってね、頑張りなさいって言ってね、そう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 ね、うん、応援してるからって頑張りなさいって言った気がするのよ確か、うん、見送ってね、うん、でそっからねしばらくしてLINE 来るのよ、無事にもう今就職もできて今頑張っていますって、あよかったわねと、頑張りなさいって言ってね、そうそう、で私の枠もさ見てますっていう風なさね、こう LINE とかもくれるのよ、スクショしてね、今配信見てますって言ってね、そうそう、ね、ふわっち見てますとかいう風な連絡もくれるのよ、ちょこ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 ね、あよかった、頑張ってるのね、頑張りなさいって言ってね、仕事頑張りなさいって言っててね、その LINE が最後の LINE が4ヶ月ぐらい前かな皆さん、うん、春ぐらいだわ、うん、で LINE が止まって、で昨日かな連絡もらったのよ、お久しぶりですと、うん、ね、ちょっとよろしいですかみたいな、そうそうそうね、うん、ちょっと助けてほしいんですみたいな、
ちょっと話を聞いてほしいですっていうふうに聞いたら、ねえ皆さん何かしらって言って会いに行ったのよね。渋谷まで、渋谷にいるっていうから、もう渋谷から移動できないって言ってね、何事みたいな、何があったのって言って、ねえ会いに行ったのよねみんな。そしたらまあびっくり、皆さん、彼のなんかえらい変わりよ、ほんと、もうボロボロのなんか服、もうなんかこうわかる？ねえ、もうなんかもう不老者みたいな、もうボロボロの服で、髪の毛もなんかもうパキパキの、なんかもうひげがビヤーって、もうひげがブワーってもう生えまくった顔でさ、どうしたのって言って、ほんと、昔その言ったら最初さ、8ヶ月ぐらい前に会った彼と全然違うのよ、もう、うん。何どうしたのって言って、話を聞くところによると、なんかね、正社員の仕事辞めたんだって。2ヶ月3ヶ月ぐらいでね、で辞めてまたコールセンターに勤めたんだって。でその前の寮はもう出てって、皆さん、うん、でコールセンターかなんかで働きながら満喫泊まったり、なんかその言ったカラオケに泊まったりとかして、こうなんていうの、もう住所がない状態で、もう本当ね、そこをなんかこう転々とねしていたんだって、ずーっと彼はね。そうね、うん。でなんかその時になんかね、荒野行動っていう風なゲームでなんか知り合った人がいるんだって。なんか大会かなんかあるんでしょ、社長さんか、自称社長さんで、なんか18歳のね彼がいて、でその18歳の彼が、あのよかったら一緒にさ、そのなんかゲームエンジニアかなんかの仕事を一緒にやりませんかとかっていう風ななんか誘いかなんかがあったんですって。一緒にね、なんかそういう風な仕事やりませんかっていう風にお誘い受けて、それをなんか真に受けちゃってね、皆さん、うん。で自分の会社になんかこう勤めれば、入社のお祝い金で50万くれるとかって、なんかそういう風に言ってみたり、今度僕東京行くんで会いませんかっていう風にね、ね言ってくるんだけど、いざ会うっていう日になると連絡がつかなくなっちゃったりとかねするんだって。もう騙されてるじゃない、もうどう考えてもそんなのね、うん。で結局そのお金はあげれないっていう風に言ってみたりね、うん。そう、怪しいでしょ皆さん、そんなの、うん、ね。なんかそのお金は自分の両親がね、まだ18だからっていうことで親が管理してるから、そんな自由にお金をなんか使えないとかっていう風にね言ってきたりとか、もそんなあなたねえ、嘘ばっかり、ほんと騙されて、そうよ、ほんとねえ、でしょ、騙されて、ほんと、そうそれ騙されてるのよって言ったら、いやそんなわけないと思うんですけどっていうのよ、ほんとねえ、そうでしょ、いやそれ騙されてるわよって言ってさ、で結局なんかそのコールセンターもね、結局隊長がさ、うん、何のために騙したのって知らない、うん、ね、面白半分じゃないの、うん、ね。で結局ね皆さん、コールセンター、いやコールセンターも結局ね、言ったらその18歳の彼らの会社に勤めれると思ってなんか辞めたっていう風に言ってみたり、なんか体調崩してなんか働けなくなっちゃって、結局続けなくなっちゃって、結局ね、ね、会社行ってないっていう風に言ってみたり、ちょっとよく分かんなかったのよ彼の言ってることは。よくね、そなんかちょっとね、うやむや、うん、本当そう、どれが本当かよく分かんないような感じ、うん、ね。それで、あ、そうなのねと言って、うん、ね、で、どうしたのと、うん、ね、何って今日はって言って、何が、どういう相談で私をね、ここに、呼んだのって、うん、相談って何って、うん、って聞いたら、なんかね、お財布と、なんかお財布の入ったそのカードとか身分証かなんか分かんないけど、なんかね、いつだったっけ皆さん、先月だっけ、先月なんか寝てるところになんかお財布をなんか盗まれたかなんか落としたかなんか言ってたのよ皆さん。で全部ないっていうの、身分証もね、
皆さんもうね、そうそう全部、うん、全部なくなっちゃってみたいな。そう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 。じゃあなんかお財布盗まれたって言ってなかった最初、ちょっと前ぐらいに、5日前だったっけ、お財布盗まれたので、カバン盗まれたのが昨日だったっけ、一昨日だっけ、なんかあったね、なんかね、ちょっと、うん、なんかそう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 でしょ。1回目はなんかお財布落としたのかな、お財布落として、2回目は寝てる時にカバンも全部盗まれたんだっけ確か。いや警察も言ったらしいんだけどね、うん、警察にも言ったんだけど、まあ、警察にはなかったみたいね。うん、そう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 、うん、ね、でそれで何って、そう iPad も全部入ってるんだって。うん、 iPad もそう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 、うん、でなんかその iPad も入ってて、ね、あ、なんだっけな、何でした皆さんそうそう、で全部も盗まれて困ってると、もうね、そう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 ね。で一応なんか一回お財布落とした時に、皆さんね、再発行手続きかなんかするんだったっけ確かそうね、その再発行手続きをしたらしいのよ、身分証のね、皆さん確か、なんか彼からなんかそうやって聞いたね、なんか、うん、で身分証の再発行かなんかしてるんだけど、その身分証、マイナンバーの身分証の再発行は、そう結局実家に郵送されてて、だから結局再発行できないままだっていう風に彼はね言ってた気がするんだよねそう、どの道実家にね帰らないといけないわねと、うん、ねいう話になって、そう住所もないからね結局、うん、で私にどうしろって言うのって言ったら、お金を貸してほしいっていうのよ私に、うん、ねお金を貸してほしいって、あ実家にあるっていうか、あ再発行のやつ、マイナンバーのやつ、あ紙でしょ、あでも、うん、でもなんか一定期間あったらまた帰ってこない、差出人不在で結局、そう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 、うんね、でお金を貸してほしいって言うんだよな、そう住所変更してないんだよな、うん、で結局お金貸してほしいって言うんだけど、お金を貸してほしいってね、いやわかるけどね、お金貸してほしいって、うん、ねでもなんかあなた、そんなあんたさ、久しぶりに会ってよ、ほんと。ねいきなりそんなあんたお金を貸してほしいって、あんたそんな、ね都合のいい話なんかないわよ、ほんと。そんないきなり会ってさ、ほんと。ねそう言ったもんね、私。そんな都合のいい話なんかないわよ、みたいな、ほんと。ねなぜ私なの、みたいな。うん、ねそうそうそう、貸してくれるっていう風に向こうは思ったのかもしれないけど、本当私言ったのよ、貸さないよってねお金は貸さないよって私言ったよね、うんねそう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 、うんでしょ、うんそう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 、はっきりね私言ったんだよ、お金貸さないよって、うんそうよ、そんなお金貸したところでさ解決にならないでしょ、まあ、解決になるのかもしれないけどさ、お金ね結局でもさ返すあてってないじゃん、どうやって返すのお金ね、えそんな担保も何もない人どうやってねお金貸すのよって言ってね、えだってどこのサラ金だって皆さんそうじゃん、どこのクレジットカードもそうだけどさ、ちゃんとなんかさ身元のちゃんと保証がついてて、担保がなんていうの、そういう風な職場があってさ、職場の給料がちゃんとあるから、じゃあこの人に信用があるからお金を貸しましょうっていう風にさ貸すわけでしょ、ちゃんと、そう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 、なのにそんな働いてもいないし返すあてもないし住所もわからないし
ねえ、どこの誰かも教えてはくれないしね、名前もね聞いてもね、源氏名のおたけですっていう風に言われてたらさ、そんな誰がお金貸すのよみたいな、そうだね、お金なんて貸せるわけないじゃないの、携帯電話も止まってるのに。そう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 、ねえ、でしょ、それは無理な話よと言ったんだけどね、皆さん。そう、あ、金額は聞いてないわね。ね、そう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 、でしょ、うなぎ食べて、うるさいわね、もう先に行かないでくれる話よ、ほんとちゃっちゃ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 と、ほんとね、私にも順序があるの、話の順序が、ほんとね、すっ飛ばさないで話よ、ほんとすぐなんかすっ飛ばそうとして、ほんとね、リズム花火投げて、ほんとねえ、うん、携帯止まってるのにって、Wi-Fi があるじゃん。ねえ、コンビニ Wi-Fi 使ったんじゃないの？使えるよね、コンビニ Wi-Fi 使えばね。そう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 。でしょ？だって別に iPhone 別に止まっててもさ、Wi-Fi があれば別にどこでも使っていけるよ、皆さん。ねえ。そうそうそう。で、それで私ね、じゃあどうしましょうと。今後の模索みたいなことをちょっと考えないといけないわねと、これからのこと考えないといけないわねと、とにかくね、そうそうそう、うん、1000円でも貸さなかった、何が1000円も貸さないわよ、本当あなた、当たり前でしょ、本当ね、あなた貸しなさいよ、本当、本当よ、名前変えるや、本当マンコに、本当、そう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 、ねえ、ほんとよ、で、それで、そう、で、とりあえずね、分かったと。実家に帰りなさいって言ったのよ。自分ならじゃあ貸しなさいよ、じゃああんた。ほんとよ、あんたが飛ばしたアイテム、じゃあ渡すわよ、あんた。その彼に。お投げよ、ほんと、今ここで。そうそうそう。ねえ、あなたが今投げたら貸すわよ、彼に。マンコからよ、つって。ほんと。ねえ。そんなあなた言うんだったら、おうよ、へぇ、そうそうそう、そうはいかない、じゃあ偽善者よ、偽善者、ほんと、そう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 、結局ね、で、私言ったのよ、とりあえずじゃあ親に連絡してごらんって言ったのよ、親、やっぱ結局親でしょ、皆さん、ねえ、いや親に連絡してね、お金困ってるって言って、言いなさいって言って。そうそう。で、例えばね、皆さん、その言ったら、銀行のキャッシュカードもないし、お金もね、結局今もうない状態じゃない。だったら私が立て替えてお金を出すと、両親がね、返すって、まあ両親が言ったら保証人よ。わかる？それでお金を返すっていう風なあれだったら、もう今回ばかりはね、私が立て替えてお金を貸すから、それであなた新潟帰りなさいって言ったのよ。そう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 。ね。何が昔のひーちゃんや、ほんと。ひーちゃんって言わないでくれる、ほんと。あなたにひーちゃんって言われたらもうほんと嫌だわ、ほんと。ひどんな様でしょ、わかった、そうそうそう。ね。ひーちゃんって気安く言わないの。わかった、ね、ひどんなさまよ、ほんと、そうそう、ね、で親に連絡したのよ、深夜にね、そうそう、で深夜に連絡したんだけど、皆さん、まあ、出ないよね、結局ね、そうそう、夜中ね、ね、じゃあもう親から連絡来るまで待つかと、とにかくね、今日は。で、まあ、とりあえずうなぎでも食べようよと。ね、もう彼もほら、なんかもう覇気がなかったからさ、全く。目がもうなんかうつろでもうなんか死んでる感じだったから、とりあえずまあ食べましょうと。そうしてる時になんか、つるぴんからさ、連絡が来て、全然うち泊まってもらってもいいっていうのよ。うちは全然構わないよっていう風にね、言ってくれたんだよね。そうそう。じゃあ、ね。今日だけでもね、つるぴんのお家に、じゃあね、お世話になるっていう風な話で、
ツルピーの家までね、まあ私ん家からも近いしね、まあ、今日だけでもまあじゃあ面倒ね見てくれるって言うんだったらじゃあお世話になろうかなっていう風な話で行ったの。うんね、松屋でねあのうな丼買って3人分ね、そうそう、でツルピーのお家行ってねうな丼食べて私を置いとましたんだよね。そう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 ね、まあ、まあ明日また考えましょうっていう風な話だったんだけど、まあもしかしたら親から連絡かかってきてるかもしれないよねっていう風に思ったんだけど、皆さん私も寝たんでね、もう帰ってすぐ速攻爆睡で、そしたらさ親から連絡一切ないわけよ、なぜみたいな。そうそうねえ、親から連絡ないのよ全く。で、あこんばんは、でツルピーにお昼電話してツルピー起きてるって言ったのよ。親から連絡ないんだけどって言って、だツルピーの方からも電話してみてと、うんね、ちょっとあのツルピーの携帯電話からも お父さんに電話してごらんって、留守番電話になっても留守番電話で今ね今の状況をちゃんとメッセージ伝えなさいっていう風に言ったんだけど連絡ないのよ。でお姉ちゃんもいるんだよね、上に2人で、お姉ちゃんもいるんだけどお姉ちゃんも繋がらないわけよ皆さん。お姉ちゃんは出ないわ、お父さんは出ないわ、本当。そうそうそうね、どうなってんのみたいな言った。そうそうそうね、一体どうなってるのって、うん、そうそう、どんだけ繋がらないのよと、おかしいわねみたいな、うんね、どうなってるのって言って、うんね、どこ行ったの家族みたいな、一体、うん、そんな出ないことってあるって、うん、おかしいよね本当、うんね、ってで、これさってツルピンって言ってね、私たちさ今日おたけちゃんをさ例えばその新潟までその見送ったとするじゃない、これね、これさ親がちゃんといるかどうか確認できないとこれちょっとあなた見送れないよって言ったのよ私たち。そう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 、うんねえ、見送れなくないって言って、これってうんねえ、そんななんか本当にいるかどうかも分かんないような状況でねえ、その彼の言葉を信用してね、じゃあっていう風に言ってさねえ帰りなさいっていう風にさできるって言ったのよ。いや知らない番号だったとしても留守番電話はあるわけじゃん、留守番電話も聞くでしょ。そう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 ねえ、そんな親ってつながらないもんなのみたいな。まあそれはね皆さん、まあ夜中はまずいけど、まあ朝も見るじゃない、で昼も見て夜もね休憩中に分かんないけど、まあ、この時間ならもう携帯見てるでしょ。そんな携帯見ないってことあるかなって言って、うん、そうそうそうねえ、でしょ、うん、疎遠なのかな。で私言ったのよツルピンに、これは役所に行った方がいいんじゃないって。あ、私渋谷のね皆さん電話したのよ、渋谷の区役所に電話したの。もうそうそうそう、何かなんかこう手段はないかなと思って電話したんだよね私、うん、あそう電話したの、うんねそうそうね、でちょっと渋谷の方でホームレスしてる人が、まあ、若い子でいるんですけどって言ってね、家もなくてと、そうそうそうね、で身寄りもいないんですと、うんね、でそのもうだいぶ前からもうホームレスでと、うんね、以前お父さんと話すなんかそれ違う人やあんた本当で、それあなたちょっとごっちゃになってるよ、うん、ね、昔の人と、そうそう、うん、ね、うん、でそれで皆さんね区役所に電話したら
保護できると言われたのよ。保護、家がなくても保護できるんですかって言ったら、保護できるって言うんだよね。できればでも本人が来てほしいって言うんだよね、区役所にね、足立区、その渋谷区の区役所に来てほしいって言うんだよね、ね、いろんなそのアドバイスできるって言うのよ。そう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 、ね、でまだ若いしみたいな、向こうもね、やっぱその自立できるように、なんかこっちもね、支援できる方法はたくさんあるっていうのよ。まだ23歳だからね、彼は。ね、そう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 、そうなのよ。そう、本人がね全くね焦ってる感じじゃないのよ。そうそう、それ私言ったのよ電話で、お昼過ぎぐらいにね。そうそうね、いや本当でしょ、もう覇気ないのかね、ほんと。あ、こんばんは。いや、もう、私、電話で言ったのよ。つるぴんにちゃんとお礼言うのよ、と。今日ね、せっかくあなた、昨日からずっとね、ね、明け方からずっと泊まらせてくれてさ、わざわざね、ほんと、あなた、ちゃんとお礼言って、ご飯も食べさせてもらったんだから、ちゃんとお礼も言いなさいって私言ったのよ。なのね、とりあえず。そう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 。ね、ありがたいことなのよ、と。そう、洗濯もお風呂も入れてくれてね、ほんと。ね、何から何まで面倒見てくれてみたいな。ツルピンなんてただ生活保護なんだから、自分のことでもう精一杯じゃないでしょ、皆さん。言っても病気なのよ、ツルピンだって、皆さん。ね、その何ていうの、すごい重い、その言ったらさ、精神的な病気と抱えてるわけなのよ。もう そういう人ってもう自分のことでも精一杯なんだけど、わざわざもうね、面倒見てくれるって言ってくれた。そうそうね、だありがたいのよって、ちゃんとお礼言いなさいよって。であなたもあなたでね、ちゃんと自分でこう電話して調べるとかさ、例えばそのツルピの住んでる台東区のその区役所に行ってね、何かそういう風なこう手立てみたいなものがないかとかちょっと聞いてみたらどうって私言ったのよ。ちょっとね、できることってたくさんあるのよって言った。そう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 ね、警察に連絡するとか、例えばその言ったらさ、保険、言ったらその言ったらあの保険っていうか、そのなんつうの、ね、まあ、社会保険に普通に彼がね、言ったら入ってるんだったらさ、前にほら2ヶ月3ヶ月社会保険に皆さん入ってたって言ってたんだったら、言ったらその前の職場に行ってね、皆さんその前の職場に行けば、その社会保険番号ってわかるじゃん。わかる、その言ったら失業保険のその控えとか、なんかその言ったらさ、コピーかなんかわかんないけどあるかもしれない、身分証のコピーとか。そう、それを言えばいいんじゃんって言った私。そうそう、職場に前にちょっと電話してね、そうそうそう、それって言ったらいけるかもしれないじゃん。だって本人だってわかるから、職場はね、もうその自分の身元でわかるわけじゃん。ちょっと そういうのも やらないで、あなた本当家でぼーっとしてね、本当それダメよって言って、もう今日もなんか止めてもらうなんて無理よって言って私言ったのよ、今日ダメよって言って、家止めちゃダメよみたいなねえ、そんな甘くないのよって言って、ねえ、本当でしょ、もう今日止まるって言ったらもう1日3000取るわよって言って、ねえ、ほんとただで泊まらせてもらおうなんて、そんなあなた、ね、それはそうはあんた問屋から下ろしませんよ、ほんとそうよ、ほんとねえ、問屋が下ろしませんよ、ほんとそうそう、会社に聞けばいいのよ。そう、私頭賢いと思わない？社会保険番号聞けばいいんだよ、職場に。そしたら皆さんほら、コピーとか控えがあるんだから、それで再発行できるかもしれないやん。ねえ、そう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 、でしょ、それ市役所、コピーのやつ市役所持っていけば、保険証、国民健康保険、皆さんほらねえ、発行できる、あ、できないわね、発行ね、結局皆さん結局住民票、結局皆さん新潟だもんね。ということは結局新潟に結局どの道行かないといけないのよね。ねえ、じゃんじゃんよ。そうそう、結局ね。結局じゃんじゃんね。結局。あ、そうね。
あ、そうね、うん、あ、結局じゃんじゃんね、うん、あ、そっか、取り寄せたら結局ね、うん、あ、本人ですっていう風な証拠にはなるけどね、皆さんその控えがねあればねいいけど、うん、そう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 、うん、バックレしてるってこと？あのね、うん、これねツルピンもね、あ、ツルピンいるのかしら、うん、ね、うん、ツルピンいるのかしらね今ね、うん、ちょっと電話してみようかなツルピンにね、ちょっとさっきツルピンいたわね、あ、いる？ツルピンちょっとね、え、何、どこまで言ったのあなたとね、どこまで言ったわけ、ちょっと詳しい中身はちょっと言わない方がいいわねこれは、うん、あ、電話出る？ツルピン、はい、何、どこまで言ったの放送で、一応荒川とか住宅かもしれないよ私住んでるの、あーなるほどねあ、そういうことねのはい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 、あ、なるほどねはい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 、一応まあ、うん、あの一緒に役所の方の相談係に付き添ったんですけど、うん、まあ実際のその相談員さんとのまあ、やり取りには同席は私は個人情報の関係でできないので、うん、相手のね、そのおたけくんの、だからまあ、うん、そこまではやったっていう話を、あ、なるほどね、はいはいはい、でその後まあ、うん、私もそういうふうなね生活法だったりとか、うん、まあ、精神疾患があるので具合が悪くなったりとかもちろん、うん、援助的なことはできないっていうのは彼に伝えたんで、うんうん、まあ、そこでまあお別れしたのよね、そうそう、相談員さんと三者ね、うんうん、でまあ申し訳ない、なんかその相談員さんから聞いたことは言ってないんだよね、ああ、連あれのことはね、うん、まあ、一応まあそのそこまで話してないですね、ああ、そうなんだ、うん、ただまあちょっと私としてはそこにね、うん、あのアラート、それを聞いたからあなたはちょっとあれでしょ、アラートを発動したんでしょ、そうそうそう、うん、まあ、アラート発動した理由とね、その理由は言ってないんでしょ、あ、そう、理由っていうのは、まあ、あくまでもその、うん、どういう時にそのアラートが発動するかっていう意味、ああ、なるほどね、そうそうそう、わかりました、でも今回はまあちょっと発動させてもらいましたが、うん、そう、放送、あ、わかりました、はーい、じゃあね、はーい、はーい、な、結局、いや、気になるでしょ、これ本人にね一回聞いてみようかなって感じするけどね、ちょっとそうそう、本人が口割らないとちょっと出すしかないわね、本当そう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 、うん、ちょっとね、ツルピンがもう何て言うの、その言ったら、いや、この人ちょっとやべえかもっていう風にちょっと思っちゃったぐらいらしいんだよね、私も聞いて、嘘でしょっていう風な感じなんだけどね、そうそうそう、うん、ね、とりあえずちょっと本人の口からちょっと聞きたいかなって感じ、そうそうそう、うん、ねえ、とりあえず、うん、ねえ、でもね、私思うんだけど、もう私新潟に帰った方がいいと思うもう私思うけど、もう今日帰った方がいいと思うんだよね、実はバス調べてみたの、実は私の近くの練馬区なんだけど、練馬区役所なんだけど、皆さん24時40分にね、新潟行きのバスが最終であるんだよな、そうそう、しかも新潟港まで行くんだよ、新潟港、新潟港に7時だって、新潟港に7時に着いて、皆さんそっから2時間でフェリー乗って、だから言ったら9時か10時にはもう向こう着いてるんだよ、実家には、そう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 、うん、ね、でしょ、そう、これがねラストチャンス、皆さんもできればもうね帰るならもう今日よね、私だって皆さんもうすぐイベントが始まるから、まあ、私の自己都合なんだけど皆さん、そうそう、私もね、そうよね、自己都合なんだけど、本当、そう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 、うん、ね、うん、そうでしょ、もう
そうなんだよね、本当。ねえ、うん。いや本当はね、私もね、言ったらさ、家のことしてほしいんだけどね。うん。うち草ぼうぼうなんだよね。家の周りがね、すっごい草ぼうぼうなのよ皆さん。家の周りね、もう。そうそうね、草取りしてほしいんだよね全部うん、草取りやってほしいのよ全部。そう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 、うんね、うん、でしょ。そう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 、うん、除草剤撒けばいいのあれって。撒けば何、全部死ぬのね、草が。そう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 、うん、お礼の言葉もないのって。うん、そうね。でも結局さね、先立つものは結局お金だもんね皆さん。これはそうそうね、あこんばんはでしょ。どうするかっていうことよね結局。絡んじゃった以上はね皆さん。そうそうそうね、でしょ。うーんね、まあほっとけばいいんじゃないっていうのはあるけどね。うん、いやいやね、結局ね、そうなんだよね本当。でもね、一番でも早いのはもう区役所ね皆さん。うん、ねえ、区役所しかないわ。そう、でも貸せないってことは結局うちの、わかる、家のことをしてもらってお金をね、まあ、その分の対価を払うっていう風なことだったらできるってことよ、わかる。そうそうそう、そのなんていうの、去年もそうなんだけど、去年もいたのよホームレスの子。まあ、家に置いとくってことはできないけどね家に置いとくまあそうね、もう言ったらフルタイムでもあれだよね、ずっと草刈り、トイレ掃除、お風呂掃除、屋根裏部屋のやつ全部、もう言ったらもう朝から晩までもうね、コテンパンにこき使ってっていう風なことよねコテンタにね、やって、じゃあこれがねバス代よって言って前渡したもんね、コテンパにねやらして。いや去年の子はよく働いたわね、去年の子。うん、誰だっけ、え、矢崎くんだっけ。うんね、矢崎くんはね、そうそうそう、よくね働いてくれたわね。うん、そうそう、カナメロちゃんとね。うん、いや関わらない方がいいって言ってさ、あそうっすかっていう風にできると思う、私の性格上。そう、それができてたら皆さんもう最初からできてるでしょう本当。そう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 ねえ、もう絡んじゃったもの本当。そう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 ねえ、でしょ。そうなのよ、だからでももうね、私思うけど実家に返せばいいと思うのよ実家。うんね、実家しかないでもうほんとね。てかなんで親出ないんだろう電話ね。そうだからもう今日さ、もういいんじゃない、もう今日ねもうほんとうんね、とりあえず。うん、そんなんで親出ないんだろうほんと、思わない、なんで親出ないんだろう本当に。あのね、彼ね、これ言っていいのかしら、皆さんね、彼ね前から東京いるんだよね実は。あれ新潟で年末あったでしょ、あれ違うんだよね。うん、実はごめんなさいね、もうツルピン言っちゃうけどね、まあ、こと細かく言わないけど、あれね彼ね新潟じゃないのよ言ったら、
そうそう、うん、ね、東京いたのよずっと、うん、彼、そうそうそう、うん、ね、そう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 、うん、ね、そうでしょう、うん、ずっと、いやそれをね彼言わないんだよね、うん、そうそうそう、うん、いや彼言わないんだよね全く、うん、そうなのよ、うん、ね、佐渡島かどうかちょっとわかんないんだよね本当彼のことって、うん、そう、家が本当に佐渡島かどうかもわかんないんだよねこれは、うん、そうなのよ、うん、そう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 、うん、ねえ、そう本人から聞きたいのよとりあえず、うん、ねえ皆さんそれしかないよねとにかく本人の口からね、うん、そうそうちゃんとね、うん、でしょ、いや本当にもう保護してもらうしかないわね彼は、もうそれしかないのがね、うん、いやでもそうなのよ本当だってさ皆さんその言ったら助けてほしいっていう風なことをね彼言ってるんだったら何でもかんでも私に話さないと、やっぱりそう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 ね、うん、やっぱさ名前は言えません、なんかフルネームは言えません、なんかこれはダメですあれは言えませんっていう風になるとちょっとさねえ、まあその都合のいい相手よね結局そう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 、うん、でしょ、配信中じゃなくてもよ、そうそう、じゃじゃ配信外にも聞いたんだけど教えてくれないのよいやいやそれ言わないからっていう風に言ったとしても教えてくれないんだよ本当、うん、ねえ、貧困ビジネスなんかそういうのあるね、うん、そう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 、うん、でもね23時ぐらいにとりあえず一応皆さん会うのよねとりあえず、うん、ねえ、うん、ミラティブ1年間配信してたって昨日言ってた、ミラティブ今上野にいるんだって皆さん、だ移動できないかな結局、そうそう、うん、ね、そのツルピーの家から歩いて上野まで来たらしいけど、そうあのねお別れしてね、うん、そう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 、うん、そうだよね、うん、いるのかな、もういなかったらもうしゃあないよねもういなかったらもうしゃあないよね、もうほんと、うん、もうちょっと助けてあげれないわね、いなかったらもうそれはそれでも仕方ないよね、もういなかったら、うん、そうだよね、うん、ね、いなかったらもうほっとくしかないわよ、そう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 、うん、とにかくね、うん、もうそこそれ以上だってできないもんね、だって、うん、うん、そう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 、うん、充電もなくなったって言ってたのも怪しいと思った、うん、この話配信外でできないんですかって、この話何が、うん、あなたも聞いちゃってるじゃん、だって106号さんね、ほんとそれはずるいんじゃないあなたそうそうほんともうねえ、みんなももう絡んじゃったよね話に、そうよほんと、私たちみんな、もう話配信上でもう全部しちゃってるからさ、もうねえ配信でちょっと完結しないといけないわよほんと、いやみんなだって乗りかかったもんね船、そういう私たち、うん、座礁船かなんか乗り込んだわ私たちも本当ねえ、
ねえ、そうでしょう。だってもうほんとそうよ皆さん、沈没寸前よ本当私たち。ねえ、なんかもうでももうそのぶっちゃけもうさ、そのもう佐渡島かどうかに住んでるかどうかっていうそういう証拠なかったのもうさ、あれじゃない皆さん、もう行政しかないよね、耐えるところがね本当で。行政は全然ウェルカムなのよ、うん、連れてきてって言ってるのよ行政はね。若いしね、皆さんこれからじゃん、うん、そう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 、うん、ねえ、社会復帰できるそういう風な支援はできるっていうのよ向こうはね。そうそう、最初に生活保護を受けながらっていう感じでね、自立支援かなんかのまあその何ていうの、お手伝いみたいなものができたらいいですねとかっていう風に、すっごいあの渋谷の区役所の方、名前とかももしあれだったら名前を言ってくれたら私対応するんでとかっていう風にさ言ってくださってね、さあの今日の夕方ぐらい電話した時にさ、そう言ってくれたのよ本当、対応しますって言ってね、うん、そうそう、そんなこんな暑いところでねえ暮らしてるなんてみたいな、そうよね、すごいなんか親身になってくださってね、本当保護できますからもうちゃんと本人ちゃんと来るように言ってくださいって言って言われたんだよ私、うん、変わったね区役所ねえ、昔なんて生活保護受けようと思ったうちの母とかが言ってたけどね、もうなんかあなたまだ働けれるでしょとかっていう風に言われて突っぱねられたって言ってね、言ってたうちの母が昔、うん、ほんと、うん、あなた全然健康ですよねみたいなほんとね、働けれるんだからみたいな、小さい子供がいるから何みたいな、うん、そうそうそうねえって言われたって言ったよ本当、うん、ねえ今何なのって感じ、すっごいなんかねえ、あ、じいちゃんありがとうございます、パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン、どやさどやさどやさ、ありがとうございます、じいちゃんありがとうございます。もうだからね、もう今日あれだよね、もうバス無理じゃない本当ねえ、バスねえ、そう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 、うん、もう行政じゃない、もう行政、うん、もうね、うん、なんかその聞くところによると、その自分がそのホームレスになって、そのなんていうの、住んでいた場所じゃないとなんかどうなんだろうね皆さん、だから渋谷区の方がいいよね絶対、渋谷区でホームレスしてるっていうんだったらさ、そうそうそう、うんね、だって足立区の皆さんさ、区役所に行ってもね、だって全然関係ないでしょ、うんね、縁もゆかりもないしみたいな、うんね、どこでもいいの皆さんそういうのって、うん、住所ないんだけど本当彼は、うん、なんかどこでも良さそうな感じするよね本当、住所ないんだったらねえ、うん、足立区でいいんじゃないの、ダメなのかしら、うん、ねえ私近いしあ、渋谷の方がいいの、あ、そういう生活の福祉関係は、あ、そう、うーん、あ、でも対応良かったもんね、名前も聞いたし私、うん、名前言われたのよ、名前何だったっけ、なんか名前言われたんだよ、メモしたんだけど、そうそう、私にあの対応、あので私の名前言ってくださったらみたいな、対応するんでみたいな、あのいらっしゃってくださいみたいに言われてね、ほんと、うん、明日もいますからみたいな言ってたから、そうだよね、まあ対応がいいところがいいよね確かに、そうそう、職員によるもんねそういうのもね、うん、そうそう、ダメな人はダメっていうもんね、ほんとね、厳しく突っぱねる人もいるしね、ほんと、うん、ねえ、そうそう、本名がね、ほんと、なんで私にも本名言えないのよ、ほんと。ねえ、教えなさいよ、ほんと。そう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 。ん？うん。うん？うん。そう
そうそうそうねえ、ほんと名前ぐらいさ言わないとわからないじゃないね、ほんと。そうそうそう、あ、近くの福祉事務所でいいの？あ、じゃあ足立区でいいのね。ねえ、いや配信なんか言わないわよそんなの。ねえ、ほんとだって、助けてほしいなら何でも言わないと。そう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 ねえ、でしょ。そうよ、ねえ、職員で決まるんだ。なんか薬なんかさ匂うのよ、なんか私彼なんか隠してる感じするのよずっと。わかるねえ、なんか昨日なんか変だと思ってんね、なんかちょっと隠してる感じしたね、ほんとねえ、全くなんか、そうそうそう、なんか怪しいわよねえ、なんか怪しいわよ、ほんと。そう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 、名前言わないって怪しいわよ、ほんとねえ。私なんて後藤弘樹、後藤弘樹ってずっと言ってるのにね、ほんと。私は後藤弘樹って言ってるのに。そう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 。ねえ、そうよ。だって。そうそう。関係ないことなんかさ、関係ないことなんか乗ってくると結構ペラペラ喋るのよ。で、なんかちょっと、なんか突っ込むとなんか意表ついたのにこう。ってこんな黙んのよ、え、聞いてんのみたいな、なんかそういう感じだったの。なんかその波がすごいなんかあるんだよ。そうね、波がでしょ、え、なんだろうみたいな、その黙ってるやつを。そうそう、ここ見てせせら笑してる。いや、じゃあだったらあんな髪の毛パキパキのね、ひげボジャボジャのさ、あんな加工するかな、ほんと私。そう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 、ねえ、あれ見た時に私うわっと思ったけどね、ほんと。いや、これはやばいわと思ったわ、ほんと私昨日ね。いや本当に、詐欺師って逃げてるとか、ねえ、多分黙ってれば何助けてくれると思ってるって。私そんな、あんた私甘くないわよ、ほんと。ねえ、そうそうそう。わかる？私の家の手伝いは時給800円よ。ねえ、草むしりも1時間800円よ。そうそう、800円。そうよ。ねえ、わかる？ 2 時間1600円よ、私の家は。そう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 。ねえ。はい、次。はい、次。はい、次よ。次よ。そう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 、ね、次いいよ、ほんと。そうよ。ね、でしょ、もうビシバシよ、ビシバシ。そう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 、ね、動けると思えないのよねと。そうだよね、ほんと。なんかさ、いない、建設系の人かなんかでさ、ほんとね、ちょっと根性を鍛えた方がいいな、あの人。思わない、あのミニラさんとか怖そうじゃない、ミニラさんの職場で働けばいいのよ、ほんとねえ、怖そう、ほんとあそこの職場。そうよ、ほんとね、あそこで根性鍛えてもらったいんだよね。逃走しそうだよ、逃走逃走、じゃあ、そうそう、すぐなんかブラックっていうね、ブラック。そうそうそう、いや、じゃあ建設系って厳しいじゃん。いや、そういうところじゃなくて、じゃあ建設って結構厳しくない？結構その暑いし体力勝負じゃん。な、その厳しいっていうか、そういう職業って厳しいと思わない？暑いところでこう、わかる？土を運んだりとかしてさ、わかる？こう積んで運んだりとかするのって。そう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 、ね、でしょ、こんな炎天下で働くみたいな。いや、そう、怪我しないに教えると思うんだけど、なんか、こたるごとになんかさ、ブラックブラックって言うじゃん。なんか、ねえ、モラハラとかなんかすぐ言うじゃん。
だってあの子そうじゃん、前の職場もなんかモラハラかなんか、なんだっけ、パワハラかなんか言われて、なんか辞めたって言うけどね、本当本当って感じよな。ねえ、あ、こんばんは。そうそう、だって親からだってパチっていう風にさ、だって親もしつけでこう叩いたりとかするじゃん。それがなんかこう DV だって言うし、こんなことで、だから分かる、このパチっていう風に叩かれたぐらいで、こんな DV ってさ、ほんと、こんな DV じゃないわよって言ったけどね、私は。そんな顔ひっぱたくぐらいのことなんて、そんなね、ちっちゃい時のそんな私たちみんなやられてるし、そんなことで、あざとかなんか あるんだったら虐待とかね、グーで殴られたりとか。ね、1週間か2週間ね残るようなあざとかだったらそれはね危ないかもしれないけど、そんな叩くぐらいだったら別にそんな誰でもあるじゃんみたいな。ね、そう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 ね、虐待されてたのっていう風に言ってたけどね、本当。そう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 、うん、ねえ、そんなんだったら全部 DV よね、本当。うん、そう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 、うん、でしょ。そうそう、彼がどう思ってるかわかんないんだよね、一体ね、彼ね。そうそうね、うん、よくわからないの、うん、ほんと。うんね、何を思ってるかわかんないのよ。で、前からなんか変だったよね。最初からあんな感じよね、うん、8ヶ月前からあんな感じ、彼なんかあんまり喋らないよね。うん、そうそう、ほんと。うん、ねえ、うん、だからそうね、うん、そうね、成長したのは体型ぐらいかな、ちょっとね、うん、体格ぐらい、いや、楽してお金じゃなくて、私多分ね、その自分でお金の管理が多分ちゃんとしっかりできてないんじゃないかなって感じするよね。ね、突発的になんかやっちゃってる系なのかなって感じするよね。そうそう、自己管理みたいなやつができてないのかなみたいな。そう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 、うん、ねえ、だって皆さんねえ、でしょ、だってホームレスになっちゃったんだよ皆さん。ねえ、だってホームレスになる前になんか手を打つじゃない、ほんと。そう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 、うん、ねえ、龍騎さんのお店に預けてみたらと。龍騎さんのお店、うん、いや、ダメ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 、うん、ねえ、そんなサービス業だから、ええ、いや、あの人お店向いてないって、バーのお店は、ほんと。ねえ、あのね、皆さん、飲み屋さんってね、すごく大変なの、ほんと。私もやったことあるけど、皆さん。ね、私とか龍騎さんは、ね、口から生まれた人間だから、皆さん、ほら、私はね、たちは、向いてるのよ。私たちみたいな人はね。ただ、向いてないと思う。うん、すごい皆さん気使うし、すごい皆さん周りの空気をね、読まないといけないのよ、皆さん。うん、そう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 、うん、そうそう、配信で見られてるから何、本当の自分出さないよ風な物言いがすごい気になったと。いや、なんかツルピンから聞くと、なんか配信外でもそんな感じなんだって。うん、なんか聞いてもなんかこうごまかしたりとかね、するみたいで。うん、そう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 、そうなのよ。うん、ねえ、いや、龍騎さんのお店行っても多分できても皿洗いとかよ。ね、お皿洗ったりとかコップ洗ったりとかね。そのぐらいよね、ほんと。でもほら、ね、皆さん、町田でしょ？ダメよ、町田は皆さん、ほんと、もう神奈川県みたいなもんだから、そこまで、あんなところまで、ね、大変よ。そうそう、ほんと。ねえ、うん、そうそう、でしょ？もう自分で行きなさいって感じ、足で。うん、障害とかあんのかしらって。いや、それは分からないけどね。うん、ほんと。いや、でも、タイミーだっけ、あれとかやればいいのにね、タイミーって、なんか、隙間バイトでしょ。あれもなんか、皆さん、現金には無理だけど、なんか、ポイントには変えられるんでしょ。ああいうほら、ペイペイとか、なんかそういうほら。
何だっけ、できるんだよね、なんかね、ペイペイポイントかなんかに変えれるんでしょ、なんかそういう風なね、うん、そういうところをそういう変えればいいじゃん結局ね。そう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 、うんね、身分証と口座が、じゃ彼登録してるってよ、彼登録してるんだって言ってたよもうその前に、うん、そうそう、だからいけるじゃん結局。もうタイミーだからもうその言った登録の時にもう身分証も全部だ、写真とか出してるんじゃないの、まあ、多分だ、それでいけるでしょ、うん、ね、そう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 、だ働けてるよね本当、うん、そう働けばいいのよ彼、そんなことよりも、うん、ね、そうよそうよ、うん、そうだよね、うん、そう派遣で決定うん、そう住むところでしょ、だ結局だから、そうよな結局な、じゃあ結局は なんとかなんない皆さんこれって、え、何住むところがあったらその住むところをもし決まるじゃない、例えばね住むところ、その住むところは、あでも結局住むところも結局いるんだよね、身分証か何か、例えばその派遣でお金を貯めたとしても、例えばそのシェアハウスか何かを借りようと思っても結局身分証いるんだよね、結局何するにしてもね、あーそうなんだね、え、あいるんだ結局ね、あそう結局行政なのねこれって、結局ね最終的にはね、そう何もできないわね身分証ないとね結局ね、あそうね、マイナンバーいつできるのかしらとね、マイナンバーどうしたんだろうね一体、うん、じゃあもうとりあえず行政行くわ、うん、ねえとりあえずね、うん、とりあえず23時に皆さんの待ち合わせしてるから行きましょうか、とりあえずね彼とね一応、そう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 、うんね、うん、生活保護もすぐには無理なんでしょと、いやでもその言ったら生活保護の人を保護するなんかそういうシェルターとかもなんかありますっていう風には言ってたよ、うん、そうそう、だからね、緊急で保護してくれるんじゃないの、うん、ね、そういうところで、うん、ね、そう私ね本当に新潟にその住民票って本当にさ私思うんだけど、私ね、あ、嘘だ。ねえ、嘘だよ。新潟には住民票はないわ。うん、それは私ツルピンからその言ったらまだ本人に確認してないけど。ツルピンは相談員さんとお話ししてちょっと少し聞いたらしいんだけど、そんな話を聞いた内容から察すると私住民票東京にあると思う、うん、そう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 、うん、ね、うん、ね、私は違うと思う絶対、うん、いやめくれたねこれね、ツルピンね、思わない、ツルピンちょっと考えてみて、ちゃんとめくれたわよこれ絶対、ね、トイレ行くわ、
しよう、ね、じゃあ行きましょう、とりあえずねえ、そうそう、うん、ねえ、でもさ、そう、確かにね、もう保険証って皆さんさ、社会保険証ってさ、ちょっと待って、あのさ、社会保険証ってそうよね、だって社員として働くんだったら住民票絶対必ず皆さんこっち引っ張ってくるよね、じゃないとだって皆さんさ、働けなくない？そうよ、だってそうじゃない？そうよ、だって皆さん、だってということは柏にあるのよ、住民票は、でしょ、もし、うん、だってさ、そうじゃん、そう、現住所がだって皆さんそうじゃん、職場もそうじゃん、だってさ、新潟に住民票っておかしくない？だって就職にするにしては皆さん、だってうん、だってその言った交通費もかかるわけでしょ、住民票だって、住民票がそっから交通費だったらおかしいじゃん、うん、職場だって絶対ね、住民票変えないといけないじゃん結局、うん、そうそうでしょ、うん、いや私、いや大丈夫だ、配信ついてるからね、みんないるからね、とにかく、そら、おかしな話よ、住民票何変えなくても社会保険は入れるみたいですって、いやでもその社会、いや別に移動しなくてもできるの、その言ったら何、交通費とかそういうのでもそういう兼ね合いがあるじゃないの、なくてもいけるってことなの、そんなんできなくない、いやそんなんできないよ、だってさ、だって皆さん知った、例えばそのアパートとか、例えば皆さん住むでしょ、アパートとかって、それも何いいの別にそんな言って、うん、それじゃあぶっちゃけね、アパートを普通にだって借りるじゃない皆さん、その家に住んでるわけでしょ、なのに住民票新潟って、これ皆さん、あ、法律違反よねえ、これって、うん、これってしちゃいけないのよ本当は、そうでしょ、うん、そうそうねえ、うん、でしょ、何それを何容認していたってこと、職場もねえ、うん、そんなことある？うん。だって本当。だって皆さん税金にも関わることよこれって。いや税金にも関わることよ。これは。うん。ねえ。そうなの？身分証だけあればできるんだ。そう。いやそうね、とりあえず。うん。本当ね、ちょっと私ちょっと可愛く行こうかしら、ね、とりあえずね、ね、思わない、ちょっと女性としてちょっと今日は行かないと、ね、うん、ちょっとそうっす、あ、麻酔治ったみたい、本当ね、ちょっとね、可愛くしないと、うん、ちょ、うん、ね、惑わせるのよ、そう、うん、ねえ、うん、ねえ、一応、うん、本当、やっぱり全部嘘？いやちょっとこれはあなた、ねえ、あれだわ、だいぶ、うん、カッシン君が生活保護だったの知ってるって？でも本人は違うって言ってよ、今日放送でね、あれはなんか盛り上げるための嘘って言ってね、あの人またカッシン君ね。言ってなかった？あの人ね、私放送見てたんだよ今日ね、うん、枠がなんか盛り上がるかなと思ってまた嘘ついたって、生活保護じゃないけどね、うん、嘘つきね、ずっとあの人ね、本当カシン君ってね、やっぱり、うん、そう、本当ね、あの人ね、もうイソップ童話だ皆さん、本当
ねえ、嘘ばっかりね、ほんとね。ん？昨日の子が何？何昨日の子って。ん？あ、注射多分私明日でしょ。よいしょ。待って、ねえ。ブラちゃん？よいしょ。さあ行きましょう、皆さん、とりあえずね。行きましょう。じゃあ、ねえ。出発、 お化粧しちゃったからね。じゃあ今日本当は皆さん、私お見送りする予定だった。お見送り、わかる、お見送りしようと思ったの今日、彼をね。もうそうね、でもなんか話を聞けば希望だ。皆さんなんかもう本当ね、もうなんかどれが本当か、もうなんかね、わかんないっていうか、思っちゃってねえ、そうそうそうねえ、うん、いやもう24時で、ねえ24時で、皆さん私ほら、ねえもう24時40分でも私は見送りしても、ねえもう東京からもうね、もう来るんじゃないわよ東京にっていう風に言ってさ、見送りしようと思ったんだけど、まさかなんかこう詳しくなんか調べれば調べるほどなんかもうね、なんていうの、いろいろな出てくるじゃないね、ほりはほりと。なんかちょっとねえ、なんだろう一体、うん、そうそうそうね、え、あ、こんばんは。でしょ？あ、かわいいこれ。そう？うん、ねえ。ちょっと、今日ロングでね。ちょっとね、顔ちょっとでかいから、ちょっと顔隠そうかなと思ってね。ロングで。そうそう、とりあえず。うん、ねえ。ねえ。じゃあ、とにかくもうちょっと今日正直に全部もう話してほしいのよ。もうね、もうじゃないと、もうちょっと助けてあげられないからね、もう本当。ね、何するにしてもそういうあなた、ね、家に居座るにしてもそう。お金もらったらね、お金投げないっつうのよ。言ったらね、自分で働いて自分で稼げって言う、私は絶対ね。そうそうそう、というか、うん、よいしょ。え、何スイカ、ありがとう。あ、ジェイちゃんありがとうございます。あ、いいねもありがとう。いや、違う、ねえ、いや、お金が欲しいなら働かないとね、皆さん、やっぱり。でしょ？うん、ねえ、そうそうそう、健康な体があるんだから、皆さん言ったって。ねえ、うん、いや、そう、働くためのそういう風な準備みたいなものは、私はしてあげてもいいと思うよ。ただ、その言ったら、働かないと、やっぱり。そうそう、うん、ねえ。そうでしょ、市役所に行くにしてもそう、うん、ねえ。ただその言ったら市役所に行くにしてもちゃんと全部ほら私にさ話してくれないと、やっぱりほらなんていうの、ねえ、助けてあげれないじゃん。うん、ねえ、やっぱりそうでしょ。そうそうそう、なんでもやっぱ私に話さないとさ、私はなんでね、あの市役所まで行かないといけないのよ、本当。そうそうそう、うん、でしょ。そうそうそう、ね、それであんたね、何も教えません、ただお金を貸してほしいですって、ちょっとそれはあなた問屋が下ろさないわよ、あんた。
そうそうそう、売り線の体験入店ないのってな、もうお金なかったらもうそういうのもするしかないわよね、ほんとね。うん、ほんとに、うん、ホストするとかね、ホストね、やるとかね。そうだよな、そう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 、うん、何もだって教えてくれないからね、私に。そう、何も、そう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 、顔良くないですよ、だってあなたねえ、あの顔は絶対うちよ、いやいや、おたけくんでしょ、あの顔は絶対うちよ、うち、そうそう、ほんと、ねえ、いや、そう、うちの顔よ、あれは、ねえ、イケメンじゃないっしょ、うん、ねえ、ちょっと、そうそう、ねえ、そうそうそう、おたけくん磨けばいいものを持ってると思う？磨く彼な、まあ、とりあえず話をしましょう。今日ね、もう今日フィナーレよ、ファイナル、今日はもうほんと皆さんね、もうあのね、ファイナルよ、ファイナル、とりあえずもう今日決着よ、ほんと皆さん、もう決着して、もうあのね、もう市役所に行くのか、もうフェリー乗っても帰るか、もうどっちかよ、ほんと皆さん、とにかくもうあの お父さんから連絡ないのちょっとダメよ、もうほんとね。あ、もちまろちゃん、ありがとうございます、ありがとう。お父さん連絡なんで来ないんだろう、ほんと、うん、そうそうそうね、沈んだらやばいよね、ほんとね、ここも。いや、お姉ちゃんにも電話しても出ない、 お父さんも出ない、もうだからもう、いや多分なんかあるんだろうな、ほんと、そう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 、うん、そうよ。じゃあちょっと行きましょう、皆さんね、枠を切り替えましょうね、とりあえず、うん、そもそも違うってこと。あ、エリちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。じゃあ枠を切り替えます、皆さんナイスをしてね、ナイスをしてね、ナイスね、ほんとちょっとね、じゃあね、よし、もうとりあえずね、じゃあ枠切り替えますんで、皆さんとりあえずね、ほんと、うん、はーい、いきます、はーい。